じゃあ飲み会、今日は延岡駅前の北新地にお邪魔しています。今日は北新地の皆さんが左手の方にいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。ようこそ北新地をお越しくださいました。今日はですね、すごく、ね、料理が美味しいと評判の北新地に来られたのがもう本当に嬉しいですと言いたいんですが、私はもともとこちらの長友さんとはお友達で音楽つながりなんです、はい、それで今日はですね、歌手活動をされている長友敏子さん、実は料理研究家でもあります。その料理を今日は堪能してグルメポをしたい、見たいと思います。今日はですね、カルパッチョの、はい、グリーンですね、お魚グリーンで、はい、そういろんなお野菜を、はい、一番ポイントは、はい、このドレッシングはですね、はい、今話題になっている本わさびの、はい、わさびを入れて、それをヘベスと一緒に混ぜたものがこのドレッシングなんですけど、ヘベスに本わさびが入ってるんですね。ヘベスに本わさびですね。でこっちは最近アルマスターからいただいたポポの実ってあるんですけどね、マンゴーみたいな形してて、はい、で中に種が、カツの種みたいなのが10個ぐらい入っててですね、でそれをすごく美味しいマンゴーとバナナと、ピーチを混ぜたような不思議な味なんですけどそのポポの実をミキサーにかけて、はい、わさびドレッシングと一緒にこれしたの。ちょっと甘みがあるんですけど風味がすごくいいです、だからポポの実とわさびの入ったドレッシングと、はい、ベースとわさびのドレッシングと、はい、お好みでかけていただいて、食べていただいたら、はい、すごく皆さん珍しいと思います。珍しいですね、はい、すごくちょっと画面に見えますでしょうか。素敵にですね、今日ママさんが彩り鮮やかですね。もう緑に、ね、赤いピントもあります。またすごく食欲をそそられてますね。カルパッチョ風、うん、食べてみてください。ブレッシングの、はい、それではいただきます。はい、食べてください。ちょっと食べてみたいと思います。1種類のパスタの味を変えてます。そうですね、2種類のドレッシングを同じレンジでこと、ここに入ったドレッシングを食べていただいて、はい、いい香りがちょっと、いい香りがしますね。なんかお腹すいてきました。食欲がそそられます。うん、手作りということですね。すごいですね。ではまずこちらのドレッシング、お好みとわさび、ちょっと初めてのお好みです。ポーって言うみたいですね。ポーとプーが重なって次がアンダーライン、ポポーみたいな。ポポーですね、ポポーですね。いただきます。これは音響めちゃくちゃいいですね。すごくシャキシャキして美味しいです。あ、これはカボスの香りもちょっとするんですね。ヘベスですね。ヘベスですね。ヘベスの香りもちょっと、はい、ほんのりしますね。もうちょっとどっちもね、季節が終わりましたけど、絞って冷凍保存してあるので1年中ね、1年中食べれる材料をね、取ってます、ね。すごくですね、このお魚ですか、お刺身にこの大根ですかね、大根とかシャキシャキね、はい、シャキシャキして美味しいです。お口に、爽やかな感じの香りがしますね。ちょっと女性にわさびかなと思います。あそこもわさびが入っている。お刺身、うん、新鮮なものですね。なんか色が鮮やかです。ここ振ってもらって。そうですね。あ、これで。はい。ありがとう。
手に入ったね。食べてみます。お刺身本当になんかプリプリしプリプリしてね。いただきます。うん、わさびちょっと、うん、ちょっと少しですよね。もうあのもうわさびって言ったら本当にわさびかなと思ったけれど全然違いますね。うん、あのほんのりわさびの味がして和風ドレッシングって感じですね。うん、食が進みます。美味しいです。美味しいですね。ちょっとだけちょっと違うね。うん、美味しいね。大人の味っていうのがどちらかといったらわさびの味ですね。でこちらも今日は女性になんか人気で食べられそうな感じ。今度はね、ひたしみかハイパーゲッシュね、はい、あのわさびを使ったお料理でということで、あの海苔に魚のすり身を引いて、で青じそと、うん、きゅうりにそのわさびをちょっと塗ってね、でそれを巻いて揚げたもので、うん、あの見た目は、うん、あのお寿司のカッパ巻きみたいな感じになるんですけど、はい、この白い部分があの魚のすり身です、はい、これもぜひ食べて、ちょっと食べてみてください。すごい味を持ってますね。すみません、じゃあいただきます。すごい海苔巻きな感じで最初は見えますけど、だからあの、うん、ね、ドライブになんかでこう丸太尻でいいかなと思って考えたんですね、うん、だからもうすぐ上がるので、うんうん、私はね、だから丸太尻してもいいし、うん、こう行くのね、この手術に切ってもいいし、ま、食べてみます。カッパ揚げだそうです。本当にあのカッパきゅうりが入っていて、それを揚げてるからカッパ揚げ、うん、そういう感じですね。カッパ巻きカッパ揚げ、美味しそうですね。なんか盛りが巻いてます。いただきます。うん、意外ときゅうりもシャキシャキしてね、揚げてる感じしないでしょ。本当ですね、うん、美味しいです。これあの中身があの魚のすり身が入って、それできゅうりが入ってるんですけど、本当に 甘いですね、うん、香りがして、魚のこれすり身ですね、甘さが出て、うん、で中ではきゅうりがサクサクです、うん、サクサクですで中の、うん、中から香って、この外の海苔がですね、すごく香りがいいんですよ。海苔の香りがふわーっと、うん、去年か一昨年ぐらいからね、東京で夏にきゅうりをちょっと消耗したきゅうりを、うん、あの割り箸に刺してね、あの売ってたんですよ、うん、そしてそれをね、なんかな、みんな冷やして食べてたので、だからそれよりも こんながいいかなと思って、ただのケースで魚の薄いのあげたらどうかなと思ってたんですけど、そうですね、これですね、あの実は長友さん、この歌を作っているんですよねカッパ揚げというですね、歌を作ってあげています。あのやっぱりお鍋の中でザーッと揚げるのが、うん、なんかその香ばしさそうですね、うん、あのお鍋の中にポンと入れると、あのじゅわじゅわって油がね、うん、ちょうど上がったかなっていう頃にくるくる回るんですよ、油の中で。それで、あの歌ができたんですけど作詞家でも歌ってもらうちょっと歌ありますか、サビを魚すりすり海苔にペタペタきゅうり乗せて、2回転んで後押したら一つ出来上がり、うまさ引き出す油を入れて、お鍋の中を今日も弾けて回るよってできたの。さすがさすがうまい、ね、まあ、さすがやっぱ作詞家でやるね作詞家の夢は香織さんですよね。すごくあの今なんかお鍋の中で本当にさーっと上がっていく雰囲気がこうね、感じられました本当に美味しいですね、これあのスティックでこうサクッとね、カルマも丸かじりも美味しいです、本当にイベント会場で、うん、まあ、丸かじりでって思ってるんですけどね、美味しいです。あの本当にあの海苔とこの中の魚のすり身が磯の香りって感じで、うん、もうこれは食欲がどんどん出て、ビールのお供になんか合いそうですね、はい、
っくりでやっていきます。はい、皆さんこれぜひ食べに来てください。ここの延岡市では北新地しかないです。はい、ぜひ食べに来てくださいね。もう一つね、どっちもあの商標登録を取ってる商品なんですけど、はい、これはあのキッスバーグっていう食べ物なんですけど、中は豚肉と牛肉と鶏肉をミックスしてハンバーグにして、そしてあのちょっとトマトソースで煮込んでね、でそれをあのピザの生地に包んで揚げてるんですけど、もうすぐ揚がります。もう元々ハンバーグは煮てるので、だからあと皮をつけたらもうすぐに揚がるので早いんですよ。だからもう本当に忙しい時には、いいですね。手軽で、手軽でサクサク、それもやっぱりスティッシュで食べるような感じ、口になる形、ちょっと大きいですけどね。キスバーグハンバーグとか、ハンバーグってはまあ、まんまりないね、はい、で、それでちっちゃいから半分だからなんかいい名前ないかなと思って、それで唇のイメージでキスバーグっていう名前をつけたんですけど、僕は4年ぐらい前に考えて、あのお祭りでね、夏祭りで何回か販売したんですけど、あの食べられた方もいらっしゃるんですけど、はい、改めてあの商標との奮闘をしましたので、はい、貴重なお腹に食べてみてください。じゃあキスバーグいただきます。はい、今サクサクこう揚がって出来上がったばっかりなんですね。熱々のところをいただきます。自分の形です。いただきます。サクサク、普通ね、ハンバーグはちゃんとほらあの、ナイフフォークじゃ食べれないけど、あのこれだったらその手つかみでも、もう全部野外でイベントで食べれるように考えたんですよ。これお祭りかなんかで出せるわけある、そうそう、お祭りでね。そうです、本当にあのサクサクして中ミートソースのなんかハンバーグみたいなのが入ってますね。美味しいです。ソースもいろいろ入れてね、本当にあのこれお子様からそうお年寄りまで、栄養満点ですよね。おやつ感覚で食べれるから、本当だ、おやつにしてもね、子供ちゃんのおやつの時にね、バッチリですね、これ。本当だ、スナック菓子みたいな感じですね。こっちはあのお魚、こっちはお肉で、まあ、あの野外でも食べれるっていうものでね、考えたんですよ。まあ、あのみんなで楽しんでもらいたいなと思って。ですね。すごく美味しいです、これ。キスバーグです。いろんなあのメニューが次から次へとあのやっぱり料理研究者って言ったら、ね、あるもので、今自分のところにある材料でいつも毎回ちょっとずつアレンジしてるので、この前食べたのと同じっていうのがないんやろ、全く一緒はないんですよね。あるものでアレンジするから、食材がガラッと変わってしまうね。頭の中でこういろいろ出てくるんですね。今日もいっぱいいろいろ作ってるんですけど、後でね、ご紹介しきれないぐらい作ってるんですけど、また改めてね、はい、そうですね、美味しかったです。あ、こちらに来られてからも何年ぐらいなんですか？来年の2月で、まだ3年早いですよね。まあ、あのこういうね、お料理関係のお店を出してで、もうちょっと25年になるんですけど、もういろんなお店をもうなかなかそのね、3年5年って続いてないんですけど、いろいろあの仕事をしながら、あの二足のわらじ三足のわらじでやってるお店なんですかね、長続きしないんですけど、まあ、今ちょっと3年目になったので、まあ、ホッとしてますよ、自分で、まあ、このままいけるかなって感じで。今日はでも素敵なね、あのヘアスタイルなんですけど、それはまだロングちょっと長いんですよね。はい、ロングです、はい、ちょっと今日は、はい、はい、ね、いろんな長友さんの顔見られました。良かったです。美味しかったです。今日はですね、あのあと冬場になるとなんかお鍋のものもあるし、おでんもあるし、おでんもだからあのご予算と、その
お客様に年齢層とか合わせてお好み合わせてあのメニューをいろいろ組み立ててますので食べるものがないということはないですね。大体8種類から10種類を用意してます。予算もお料理だけでいったら1500円から5000円の間で作らせていただきますので、あの低料金でね、お年を召した方はあの量が食べれないので、ちょっといいものをちょっと食べたいとかね、だから本当にあの決まったメニューじゃなくて、いろいろ。そうですね、私もあの個人的にあのランチなんかの時だけですね、お時間させていただいてます。あの薬膳カレーというのはね、そうですね、栄養満点で。もうあの一つの、あの食材にたくさんの栄養が、ね、入ってるので、毎朝ね、スープだけで食べても、もう本当に体に。冬は特に、夏もいいですけど、冬は特に。カレーを食べると、あの薬膳で、体がほっかほか温かくなってくるんですよね。ちょっと風邪気味の時にお邪魔して食べさせていただいたんですよ。すごくね、体が温まりますよ。あの食べた後にこう、なんていうの、あの違和感、あの脂っこいとかちょっとムッとするのがね、あの他のカレーではそういうのもあるんですけど、うちのカレーはリンゴをね、たくさんふんだんに使ってますので、さっぱりフルーティーなカレーで、だから薬膳っていうとなんか薬って、なんかね、嫌な顔というか、そう、全然フルーティーな感じで。美味しいです。今度、はい、またお邪魔させていただきます。今日は本当にあのたくさんの料理をですね、作っていただきました長友俊子さんのお店です。延岡駅前の北新地というお店です。隣があの延岡のルートイン、はい、ホテル延岡さんですね。はい、もう横2軒目ですね。こちらの方にぜひ皆さん遊びに来られてください。本当に本日はお料理堪能させていただきました。ありがとうございました。